ね、この車三菱ミラージュを借りて、ボホール観光行きたいと思います。1日2000ペソドライバー付きということでね、レンタカー調べたらまだこっちの方が得なんでこっちにしました。はい、行ってきます。この橋を渡ったらボホール。こちらボホール。パブリックマーケット。
他のブロガーの人にも出てくる、これね、これでチョコレートヒルを行くというところに連れてこられましたけど、やるかどうかは別です、価格次第。まああのそれの下がね運転手に変えるんで、確実にここに連れてこられるようになってます。前回もそうです。これだけで十分やけどね、見たら。はい、今日の運転手です。はい、アレックスさん、はい、コンタクトナンバー下に載せておきます。はい、いや、この3人が行くっていうから私も行こうとしたら別グループです。まあいいわ、後で追いつこう。1200ペソ、1人面白いです。ぜひとも来てください。こんな感じ。ダメですよ。一応レインコートみたいなの貸してくれますけど、それは暑いから着替えがいります。着替えが、うわーすごい、ジャングルの中を、ジャングルの中を鳥ない親父が童心に帰ってます。おー
イドできるやん、ここで。おお、ジャングルの中を懲りない親父が童心に帰ってます。うわー、泥が来てる。うわ、着いた。めっちゃ跳ねた泥だ。1人1201時間、まあ非常にジャングルの中を走り回って非日常を味わえるんで、これはおすすめですね。はい、ぜひともトライしてみてください。はい、来ました。はい、久々に来ました。登ってみましょう。はい、やってまいりました頂上、チョコレートヒル。コロナ前に来ている以来、何年ぶりでしょうか。バギーで走り抜けたこの下ですね。ターシャ見に来ました。ここのビュッフェが300ペソ、ちょっとどんなものか内容を確認して、それからターシャ見に行きます。あ、そうそう、ターシャ入場料1人100ペソです。あ、いい感じですね、ここのガーデンも。はい、ビュッフェがね、こんな感じで、バーベキュー、チキンヌード、エビ、これなんでビーフかなんかね。はい、こんな感じで、はい、これ300ペソなら OK です。はい、ターシャ、ジュラシックパーク、これのうんこが美味しいコーヒーのやつですね。そうかそうか、寝てます。そうかそうか、アジアンパームシュベット、これがコーヒー、うまいコーヒーの。アリゲーターガー、魚、これれなかったら分かりませんでした。こんなめちゃくちゃ大きさ、これですから。さーってこう戻らないとだ。
この中のどこにターシャがいるでしょうかって言って、ここです。寝てるな。こちらにもいるのがわかるでしょうか。ここです。これも非常に難しいですが、あそこにいます。あそこにめちゃめちゃ難しいな、これ、はい、それできる？おー、綺麗。おー、おー、なんかムービーやんか、ムービーのなんか。はい、昼飯もうまかったし、ね、ここもゆっくりとした時間流れてていいですね。Google マップでこれで検索したらね、来れます。はい、マンメイドフォーレスト。まあここもね、必ず来るポイントですね。こんな感じで、はい。はい、これのプライベートクルーズ、リバークルーズというの。はい、プライベートボートなんですけども、まあこっちのちっちゃいので2000円らしいですね。もうやめようか。はい、こういうリバークルーズね、大人数のやつも前あったんですけど、今はそれは中止で、このやつで、ここをまあクルーズするので2000円ことなんで、まあまあもうやめましょうか。これがこれらしいです。あ、あそこ騒がしい。はい、リバークルーズはこんな感じです。ことでやめときます。What church? Aquarium. Stop here? No. No, no, no. Just go. Okay. はい、これでゴーバー。マーケット、まあ、オレディクローズ。さあ、バングラウに入ります。あ、マウ。ところでね、朝飯や昼飯食ったら安は、まあ閉めてますけど、結構バーも、ああこんな風になってるね。ああ、ここまで来たらマクドナルドとセブンイレブンあります。あ、まあまだ朝の8時半なんでね。ね、いや、メロン？No no no no。ここジョリビーとマクドナルドが、これメインのねストリート。こっちまっすぐ行ったら空港で。マクドナルドとジョリビーが併設して。まあこれここまでちょっと歩いたらホテルからね、5分ぐらい歩いたらもうここです。バイク屋がどっかあったと思ったんやけどな。マクドジョリビーからちょっと空いたここポリスステーションがあって、こんな感じ。まあちょっとやっぱり朝早いのもあるし、閉めてる店もありますね。さらに来ましたけども、
この辺に Google マップ上はあったんですけどね、こんな感じでツイン何これ、木です、わからない。あ、まあまあざっぱりとした正面にはレストラン。あ、ここまでか、戻りましょう。ここまで戻ってきてね、ここにまたパーキングとこう、なんていうかモールみたいなのがあるんでね、ここ入って戻りましょう。あ、ドラカイのリーモールみたいな感じでしょうか。もうちょっと寂れてしまってますけど、見えたこれやね。うん、ここは完全錆びれてます。はい、空きスペースまみれ。ビジネスボホールでやるなら今ですねこれ。お、カラオケもあるな。ビデオパッケージ。ほう。でこれでビーチに戻ると、こういうあれか、なるほどなるほど。あ、ランドリーサービスもあります。キロ90ペソ24時間、12時間以内ならキロ120ペソ。あ、ここ使えるな。部屋もあります、2人で2シングルベッド750ペソ。おお、安い。あったあった。バイクのレンタルすぐ。ビーチのすぐありましたわ。ああ、シラなんだ。これ値段だけ聞いとこう。1日、500ペソで。あ、こんな近所。全然見逃してます。はい、いうことでレンタバイクもあるんでね。免許証持ってる方、すぐにここからバイクでウロードできます。だいぶ行動範囲がね、これで一気に広がるんで。はい、ということでこっち側の街の散歩でした。朝8時半。はい、辺南のね、入り口とメインのこっち、マクドとジョリビー繋がってました。なんだこんな近かったんや。夜のパトロールです。外ここお土産屋さんが出たらすぐあります。こんな感じでつながってるとはね、ここまで近いとは思いませんでした。ここはバートライシクルでレストランがあるということで、あ、ここもあるやん、メロンや。あ、ここもこれメロンやん、コリアン。はい、夜のパトロール、食事を兼ねた夜のパトロール行きます。
レストランが右も左もありますね。メスは？はーい。ねえ、目が合うと手振ってきますからね。ここのおー、コリアンフーズ&台湾しゃぶしゃぶボホールタン、ここ行きましょうか。いい感じや。よし、はい、ここ行き当たりばったりですが行ってみましょう。はい、しゃぶしゃぶにしました。はい、大正解でした。お客さん満員で、しゃぶしゃぶのセットが800ペソ2人用、ビール2杯飲んで1050ペソで終わりました。まあ、あの海沿いやっぱりちょっと高い、倍以上しますね。ここ韓国人のオーナーの人でめちゃめちゃいい。これあのおすすめ。どうぞどうぞ来てください。大正解でした。また来ます。ほとんどの皆さんは焼肉です。私はしゃぶしゃぶでしたけども、はい、いやいや、よかった。あそこの観光よかった。ヘナンリゾートからですね、トライシクルで2分ぐらいですかね。1分2分ぐらいです。いっぱいでやっぱ動いた方がいいと思うんでね、このヘナンリゾートの向かいにあるジュベレスーミニアショップ見てみたいと思います。見てみましょう。これ15ペソ、T シャツも財布とか、スリッパ類から安いな、こんな49ペソ、ターシャのお土産1個49ペソ、50ペソ、はい、ということで朝と夜街の様子撮りました。バングラオアイランドのヘナンリゾート周辺の街の様子ですけどね。はい、そうね、これを借りてパトロールです。はい、チャーチだそうです。シティホールや思ったら、はい、こういうショッピングモールがあったんでちょっと立ち寄ります。
なんといきなり日本レストラン発見。ホテルから、バイクで10分ぐらい。おお。どんぶり320。ラーメンも350。あ、ここありますね、日本レストラン。あ、サリサリ。こういろいろと。はい。ここドルジョビーチっていうパングラウの端っこですね。地図も何も見ずにそのままぶっ飛ばしてきましたけど、一番端っこのビーチまで来ました。ホワイトビーチ綺麗ですけども誰もいませんね。誰もいません。こういう穴場のビーチもある。あ、はい、こんな感じです。はい、モアドゥトトリップモールというところです。はい、はい、次行きます。モモビーチのを目指してきてるんですけど、こういう田舎の街本当にいい暮らししてますね。フィリピンの人、田舎は。はい、モモビーチとこ来ました。ここはまあ外人来ることないですわ。はい、ローカルのそういうとこです。はい、次行きます。はい、昨日渡った橋が向こうで、今日はこっち側の橋渡ってね、ショッピングモール行きます。タグビラ団入ります。はい、こっちもショッピングモール。ショッピングモールがたくさんあります。ガレリア ルイサっていうとこ入ってみます。めっちゃ眺めのレストランです、これ。あ、ライトポートセンター来まして、決まってますね。あそこの橋の韓国料理で飯食べた記憶あります。はい、親子丼のね、ここも昔食べました。はい、ここまで来ましたけども、まあ前使ったグッドダイブショップさんはもう閉めてるということです。はい、ここで U ターン。はい、タグビラ団ボホールの方からパングラを帰るのは昨日通った橋で帰ります。トゥダウイス。了解。はい、ボホール新空港、新国際空港。ここめっちゃぶっ飛ばせるんで、バイクで80キロめっちゃ気持ちいいです。はい、新空港まで来たんで U ターンします。新空港の近所にのんき居酒屋さんがありました。今晩ここででもいいな。はい、あります、のんき、のんき。はい、ググのんき。ポテトサラダ、海鮮サラダ、両握り寿司に味噌汁付き、ジャム、サーモンチーズ巻き、サバ塩焼き、フィニッシュ、コーヒーゼロ。
まだいるんやな。これ前と一緒のやつやな。ずっといるな。はい、ということで全行程終わりました。マニラに戻ります。長い時間でした。ご視聴ありがとうございます。どうもー。